だまだ遊び足りない。次はこの花火で。あら、風邪でもひきましたの？ちょっと冷えてきましたわね。そうだな、今日はこの辺にしとくか。まだいける、遊んでれば寒さも減っちゃら。なるほど、子供は風邪の子ってやつだな。でも無理はするなよ。我が名は米っ子、寒さに負けず夜の闇を派手に彩るもの。いざこの花火の束に着火。待て待て、その量に一気に火をつけたら危ないだろう。でもこれくらいやらないと派手でかっこよくない。いや、そうは言ってもだな。どうやら私の出番のようですわね。いや、別に出番でもなんでもないが、何するつもりだ？花火に負けないくらい派手で綺麗な私を見せてあげますの。イナズマ！おお、すごい、かっこいい。おお、たまやーって、こんなところに稲妻落としだ。花火に引火したらどうすんだ。あら、そうでしたわね。それはそれで見てみたいですが、もう一回お願いします。お願いするんじゃない！まったく、危ないことは禁止だからな。このスバ、